喘息患者にはどのような話をしますか？は？治療をしないと最悪なくなるかリモデリングを起こすかについて対してどうお考えですか？先生は気管支が弱いですが、自身の治療を治らなさってるか知らない。何にも治療なんかしてないよ。喘息にも西洋治療は否定派でしょうか？部分的にはね。喘息でも死ぬことは当然ながらありえますよっていう感じですけども、何度も言うように、先住民喘息ありません。ゼロですから、なんで起こるのかから考えてくれと。で、リモデリングっていうのは、だからもうその組織がね、こうやって変化していくっていうことを指してるわけですけど、そんなこと本当に起こんのってから考えなきゃいけないし、起こすんだったらなんで起こんなきゃいけないんだよっていうことを考えなきゃいけない。だから、原因から捉えてないんだよ。そっから考えてっていう感じで、とにかく原因は何であれ、喘息って今でも気道閉塞なんないけどね。なんだけど、そういう風な状況に近い風になってるっていう時に、とにかく気管を開けないとどうしようもねえからさ、そういう時に使うっていうことであれば、私だって使う時はあると思いますけれども、対症療法と根本療法の違いっていうことと、この人がやはり同じになってしまってるっていうところがあるから、それをもし頭の中に置いていれば、この質問は出ないはずなんだっていうところから考えなきゃいけないんじゃないっていう風に思うんですよね。それはもう私に聞かなくても分かんないとダメですよっていう感じかな。今までもさ、どの病気はどうたらこうたらという質問とかいつもあるけど、同じ答え知ってるばっかりだと思うんだよね。そっから必ず考えるようになってもらいたいなっていうふうに思いますけどね。